おいっす、くねんです。今回はサブキャラストーリー進行で混沌の核を集める方法について紹介します。混沌装備を作るためには混沌の軸が必要。混沌の軸を作るためには混沌の核が100個必要ということで、これ集めなきゃいけないんですよね。もちろん仮でも集めれるんですが、最効率で集める方法として出てきたのがサブキャラのストーリー進行です。いわゆるサブキャラマラソン、その方法をご紹介します。それでは早速行ってみよう。まずこのサブキャラマラソン、ゲットできる混沌の核は2個です。めちゃくちゃ美味しい。早速やります。まずは装備を外しちゃってください。メインキャラから装備をサブキャラの方に移します。サブキャラに変更したら、装備を移しちゃってください。これでメインから装備を移してきて、戦闘力がベラボーに上がってることを確認してください。ここからバレンシア南部のストーリーを完了させに行きます。そのためにまず NPC から、こちらのストーリーマークみたいなのがあると思うんですけども、この NPC のところに行って、これですね、主要依頼完了券っていうのを購入してください。これを、バレンシア北部まで購入します。ちなみにこれお金ですけども、約9億かかると言われております。まあ、9億ってそんなにね高いものじゃないので、まあ、皆さん持ってると思うので大丈夫だと思います。で、これで終わり。これで終わりました。そうするとですね、バレンシア南部へっていうストーリーにもなりますので、あとはこれで進行すると。今が16時48分、まあ50分ぐらいということを仮定して、だいたいどのぐらいで終わるのかっていうのをちょっとね、見ていきたいなと思ってます。それでは移動。はい、で、たった今ストーリー終わりました。だいたい3時間ぐらいかかったのかな ?2 時間 ?2 時間 ?3 時間ぐらいかかりましたと。で、めちゃくちゃかかった要因として、あったのが、こちらですと、ドン。これ、自動進行。自動進行が止まっていたっていうのが原因で、時間がかかったと。馬なんですよね、おそらく。馬が原因で止まることが多いと思うので、とりあえず、馬移動は奥の方がいいかなと。でも、それでも止まる時があると思うんで、そこはもう手動で頑張ってもらうしかないと。そういった感じになります。ただ、終わってしっかり、混沌の核2個ゲットできているので、こちらがマラソンのやり方となります。皆さんもやってみてください。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして、月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日とかぶった場合は火曜日が休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。